リボンチャンネル。あれ、センス。わあ、古谷先生や。何やってんの？おお、ちょっとそこの荷物運んでくれって頼まれてな。めっちゃあるよ。うちらも手伝おうか。俺くらい余裕やから。君らはちゃんと部活行きなさい。カッコつけて。おっと、運んでくれって頼まれたのもセーフ。どうせ断れへんかったんやろな。しょ、古谷先生、どこに持っていけばいいんですか？この人アホみたいにお人よしやから。え、私の前で今さらカッコつけてもしゃあないでしょ。ほら、行きますよ。助かったわ。ありがとうな。宇佐美もコーヒー飲む？お礼に入れたるわ。あ、はい。なんか落ち着かへんな。学校でコーヒー飲むとか初めてやし。暑いし気ぃつけや。ありがとうございます。そういや宇佐美はさ。はい。彼氏とかおらんの？ほっ、いませんよ。なんですか急に。熱っ。いや、バイトしてるし今日も手伝ってくれるし暇なんかなって。殴りますよ。人を好きになるっていうのはいいぞ。心がポカポカして幸せな気持ちになれるし。先生は彼女のどこが好きやったんですか？なんやねん急に。こっち振るなよ。あっつ。教えてください。彼女のめっちゃ字が汚いね。は？いや、俺字フェチとかやないで。どんなフェチやねん。大学の授業風邪で休んだ時、彼女にノート借りたんや。そしたらめっちゃ汚い字やけど、何回も書き直した跡があって、よくよく考えてみたら、俺にノート貸す前、一日待ってって言われたから、わざわざ書き直してくれたんかなって。書き直してこれかいって心の中で突っ込んだけど、この子めっちゃいい子やなって思ったんや。ふーん、そんなに好きならキスくらいしとけばよかったのに。はあ？キスってお前。だって付き合ってるつもりやったんでしょ？みんなするって言ってたもん。なんかどう言ったらええかわからんけど、大事にせなあかんって思ったんや。確かに今からすればキスの一つでもしとけばよかったけどな。まあそんなわけやから、宇佐美も好きな人できたら後悔せんよう頑張りや。先生よりかはうまくやれると思います。なんも言えねえ。先生はアホやけど、こんなええ人を振った彼女も相当アホやな。うわ、外を真っ暗やん。そろそろ帰ろか。はあ。送ってくわ。え、今回のリボンの付録は工作ギリギリアイテム5点セット。付録がなんと5つも入ってるよ。デコれるハートピン、デコれるスターピン、絆創膏メモ、こっそりお手紙交換できちゃう串ボールペン、なんと紙も溶かせちゃうフェイク鉛筆シャーペン、鉛筆そっくりだけど実はシャーペン。リボン10月号好評発売中。みんなもぜひゲットしてね。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンやコメントも待ってるよ。リボンチャンネルは毎日更新中。毎日見るっきゃない。次の動画も見てね。